私の出番じゃなさそうね。いや、ちょうどいいところに来た。システム時間23時47分15分。エリオが見る未来に間違いはないわ。うん。システム時間23時44分59秒。君がやったの？反物質レギオンがやった。わからない。エリオは何も言ってない。重要なことではないみたい。了解。じゃあここからの行動は私が引き継ぐわ。了解。今度こそ私を楽しませてくれる？ごめんね。今日の任務はすごく退屈なの。でも楽しみを見出したいのなら邪魔はしないわ。だってエリオの脚本にないもの。どうだっていいもの。呼吸するその感覚覚えておいて。痛くないわ。レギオンっていつの間にこんなに弱くなったのかしら。私が引き寄せられる兵力はこれだけ。あなたもここがレギオンの主力に狙われるのはごめんでしょ。こんな奴らじゃ列車の連中を食い止めるのは無理ね。一匹来てるから。やっ、タイミングが悪かったよね。ないわ。お別れの時間よ。他人の後始末は私の仕事じゃない。そうでしょ、カフカ。もういいじゃない。で、さっきのはどこにやったの？銀座標は適当に決めた。こだわりはない。全然気にしてないわ。ただ何回見ても君のやり方って不思議だなって思っただけよ。現実データを修正しているだけ。さっきから何を見てるの？ヘルタのおもちゃ。宇宙ステーションに収集してある器物のリスト。例えば？この銃は照準に入った生物に0から100まで点数をつけることができる。それのどこが興味深いのよ。自分の点数が気にならない？さあ、じゃあ道中見つけたら試してみましょう。左の扉の奥の通路を進むと。性格はそこにあるの？それが性格がどこにあるか教えてくれる。
は宇宙ステーションの中心エリアだ。半物質レギオンのボイドレンジャーがたくさんいるはず。今度は私を楽しませてくれる？ガツンと来るやつで行こう。止まって、前に何かいるわ。どうやら待ち伏せされていたのは私たち。でも残念なことに囲まれて。呼吸するその感覚覚えておいて。すぐ餌にかかるなんてね。素晴らしい時はやがてすお別れの時間よ。誰もいないわ。ちゃんと避難したのね。訪問ログを見るとこの女は半年間ここに来ていない。聞いたことない名前ね。性格はどこ？エリオの脚本に性格の具体的な位置は書かれてない。私たちは物理的な移動手段で性格を見つけるわけじゃない。この宇宙ステーションには信じられないようなものが多くあるから、そういった奇物があってもおかしくはない。奇物で奇物を隠す。確かにあの女がやりそうなことね。必要な手がかりは全て揃っている。あとはちょっとしたテクニックを駆使するだけ。部屋にある端末設備を調べて、そこに奇物があるかもしれない。わかったわ。君のパフォーマンスを見せてもらうわね。宇宙ステーションの隅々まで映ってるけど、あったとしても罠のはず。あら、この端末メモリーがなくなってる。ここは監視室。データを削除して逃げたんだと思う。こうやって探してても効率が悪い。もうこっちに来て。で、どうするつもり？君の案を聞かせてもらおうかしら。監視システムをハッキングする。なるほどね。ヘルタの収集品はシステムから独立している。シンプルだけど効果はある。これは奇物ナンバー211ブラインドゾーン。ヘルタってば、こんなチャチなおもちゃを使って自分のお宝を隠してるの？簡単なトリックほど見破りにくい。また変なものが増えたね。普通のホログラフィーに見えるけど殻に覆われている。通ってみましょう。大丈夫、
こんなところで倒れるなんてことないから。へえ、さすが天才クラブのメンバーってところかしら。性格は独立した防御システムがある。どうやらヘルタにとって性格は一般的な収集品とは違うみたい。取り出せる？もちろん。ヘルタが天才だとしてもハッカーの領域では私にかなわない。さすがね。じゃあ媒体の準備も任せるわ。媒体の準備ができた。あなたが決めて。エリオが言っていたわ。この選択は多くの変化をもたらすって。エリオはこの選択を下すのは彼に新しい名前をつける。これでいいわ。どれくらい記憶が残ってるの彼。少なくともあなたのことは覚えてる。お目覚めの時間よ。よかった、私を覚えているのね。聞いて、今とても混乱しているわよね。自分が誰でなぜここにいるのか、これからどうすればいいのかわからない。でもこれらは重要じゃない。重要なのは私は君を一人この宇宙ステーションに残して立ち去ること。聞いて、これから君は数えきれないほど危険な目にあって恐ろしい状況に身を置くことになる。でも美しい出来事にもたくさん出会うわ。旅の終わりには君を悩ませてきた全ての謎が解き明かされるの。これがエリオの予見、そして君がたどり着く未来よ。気に入ったかしら。それもとてもいい答えよ。聞いて、エリオは未来を見通せるけど君の選択に干渉することはできない。自分の意志でその結末にたどり着く。私はそういう君が好きなの。もういいでしょ。脚本によれば請求列車の人たちがもうすぐ来る。分かってるわ銀狼。もう少し、もう少しだけよ。もう時間みたい。私は行くわ。聞いて、すぐに誰かが見つけてくれるから彼らについていくといいわ。君は私以外の全てを忘れる。選択の機会があるときに自分が後悔するようなことはしちゃダメよ。この者の座標はうち。こんな時にまだそんなこと気にしてるの？心拍、脈拍ともに弱いな。え、うちが？うちは経験不足だから炭鉱がやってよ。待って、起きたよ。大丈夫？うちの声は聞こえる？自分の名前は覚えてる？それは相当まずいね。頑張って思い出せない？よろしく頼む。俺はタンコ、こっちは美月なのかだ。この宇宙ステーションは半物質レギオンの襲撃に遭い、俺たちはアスター所長の依頼を受けて救援に来たんだ。主制御部分に戻るんだ。アスター所長と避難した研究員がそこにいる。請求列車も近くに止まってるよ。だからモンスターの襲撃は心配しないで。お前は美月と一緒に行け。防衛課のアーランとの連絡がこの付近で途絶えた。俺は彼を探して連れ戻す。そっか、分かった。気をつけてね。そうだ、これを渡しとくね。
レギオンは宇宙ステーションで好き放題してるから、タイロも安全とは言い切れない。ただのアドバイスだよ。大丈夫、あんたにはうちがついてるから。